横浜スタジアムです。横浜ベイスターズ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発はエースの高崎、対するカープの先発はルーキーの福井。スターティングメンバーは以上となっています。さあ、まもなくプレイボールです。まずは1回の表、カープの攻撃。先頭バッターは東出。第9球投げた、変化球ストライク、インローへ。まずは初球決めてきました。投げました、打った、一、二塁間への当たり、アウト、アウト、ワンアウト。バッターは2番木村。2番ショート木村。第9球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、カーブできました。投げました、ボールは外れた。第3球を投げました、チェンジアップ見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げました、打った、引っ張った、ファール、ファール。投げました、ストレート、空振り三振。そして右のバッターボックスには広瀬。ライト広瀬、背番号第9、直球ストライク。投げた、アウトサイド、ボール。ワンボールワンストライクから投げた、引っ張った、アウト、これでスリーアウト、チェンジ。高崎、今日は上々の立ち上がりです。カープこの回無得点です。これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは石川。さあ1球目、ストレートはストライク。まずはアウトコース低め、カウントノーボールワンストライク。落とした、ボール、カウントワンボールワンストライク。投げた、スライダー打ちました、小久保掴んだ、アウト、アウト、ワンアウトです。バッターは2番森本。センター森本。第9球投げた、ストレート決まってワンストライク。1球目ストライクから投げた、打った、流し打ち、ライト前のヒットになります。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番金城。投げました、直球ストライク、高め、カウントノーボールワンストライク。第2球打ちました、これはゲッツーか、6、4、3アウト、6-4-3のダブルプレイ。0-0、ベイスターズ無得点で終了です。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは栗原。第9球投げました、チェンジアップ決まった、ストライク、低めいっぱい。さあ次の投球、高い球打った、ヒット、センター前ヒットになった。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。レフト丸。第9球低めギリギリいっぱい、ストライク、初球まずは入れてきました。第2球を投げました、アウトロー打った、三遊間の打球、二塁アウト。ランナー一人を置いて迎えるバッターは赤松。センター赤松。投げました、打ちました、初球打ち、アウト、アウト。そして迎えるバッター、小久保。サード小久保。第9球投げました、高速スライダー決まってストライク。投げました、直球ストライク、カウント2ストライク。第3球を投げた、外角低め打った、これはどうだ、追いつけるか。金城前進、スライディングキャッチ。金城、非常にいいプレーを見せました。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番村田。背番号第9球投げた、直球ストライク、カウント1ストライク。第2球を投げた、変化球ストライク、インローへ。福井追い込んでいます。第3球打った、ファースト取って、自分でベースを踏んでアウト、ワンアウト。左バッターボックスはスレッジ。レフトスレッジ、背番号投げた、おお。まずは外、1球目ボールから投げた、低め際どいボール。第3球を投げた、スライダーはボール、スレッジ、よく見ています。第4球を投げました、フォークボール、ストライク、打った、センターの左にボールが上がっている、取りました、
バッターは6番ハーパー。6番ファーストハーパー。投げました、打ちました、ぐーんと伸びていく、下がった、見上げた、ホームラン、先制ホームラン、悪球はなんとスタンドへ、福井打たれました、ベイスターズ先制1対0。今チームメイトが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは7番渡辺、セカンド渡辺。第9投げました、打った、引っ張った、ヒット、ボールが転がる、渡辺2塁を狙う。さあこれで2アウトランナー1塁、2アウトランナー1塁となりまして、竹山外れた、ボール、これは完全なボール球、セーフ、投げました、ストレートはボール、これも低めに外れました。2ボールから投げました、低め強打、ボール。第4球を投げた、ストレート見送ってストライク、カウントは3ボール1ストライク。打った、ショート正面、アウト、3アウトチェンジ。2回が終了しまして1対0、ベイスターズ先制点を挙げています。3回の表1点を追いかけますカープの攻撃、この回のトップバッターは石原、変化球ストライク、アウトコースへ、まずは初球決めてきました。さあ次の投球、これはサード、あっと送球それた、1塁アウト、ワンアウトです。バッターはピッチャー福井、ピッチャー福井。さあ1球目、直球はストライク、まずは外角低め、投げた、変化球ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。投球は3球目、外角打ちました、ボールは後ろ、ファールボール。さあ4球目、打ってこれは平凡な当たり、ショートの右、一塁アウト。打順はトップに帰って東で、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。直球ストライク、投げた、真ん中に決まった、ストライク、あっという間に追い込んだ。第3球を投げた、低め、チェンジアップ外れてボール、カウント1ボール2ストライク。次が4球目、投げました、打ちました、ライトへの打球、掴みました。最後はライトライナーに倒れました。3回の表が終わって1対0、ベイスターズ1点リードは変わりません。ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー高崎、ストレートはボール、まずは内角、ワンボールから投げました、インロー際どい球、ボール。第3球、高めいっぱいストライク。第4球を投げました、打った、国保ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、高崎サードライナーに終わりました。投げました、ワンボール、まずはアウトコース、カウントワンボール。第2球を投げました、打ちました、ヒット、石川これで2打数の1安打。第9投げた、インコースのボール右へ、掴みました。バッターは3番金城、ライト金城。さあ1球目、直球ストライク、インハイへ、投げた、打ちました、キャッチャー落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。一塁ランナー石川残塁に終わりました。序盤終了しまして1対0、ベイスターズ無得点で終了です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは木村、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球を投げた、打ちました、鈍い当たり、森本前に出る、ヒットになります。カープ同点のチャンスを迎えます。ノーアウトランナー1塁となりまして、広瀬、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。さあ次の投球、カーブはボール、広瀬集中しています。投げた、ストレート決まって2ボール1ストライク。さあ4球目、打った、サード掴んだ、セカンドフォースアウト、1塁もアウト、ゲッツー。右バッターボックスは4番栗原、ファースト
栗原。第9球投げました、直球ストライク、胸元をつきました、打ちました、取って、これで3アウト、チェンジ。高崎、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の表が終わって1対0、ベイスターズ1点リードは変わりません。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番村田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、センターオーバー、ぐーんと打球が伸びていく、ここは追いつきました、村田いい角度で上がっていきましたが、センターフライでした。スレッジ投げました、直球ストライク、アウトローへ、カウントワンストライク、初球ストライクから第2球を投げました、見送ってボール、わずかに外、投げました、直球ストライク、次が4球目、投げました、直球打った、あっと上がった、これは大きい、センター見上げた、ホームラン、そのホームラン、打球はバックスクリーンへ、2対0、ベイスターズリードを2点に広げます。チームメイトが迎えます。先ほどホームランを放ったハーパー、ファースト、ハーパー、投げた、フォークボール、ストライク、カウントワンストライク、投げた、ストレートはボール、アウトコースへ、カウントワンボールワンストライク、ワンボールワンストライクから第3球を投げた、インコース引っ張った、ファールボール、ファールボール、投げた、打ちました、ライトへのフライだ、取りました、バッターは7番渡辺、セカンド渡辺、投げた、低め、ストレートは外れてボール。さあ次の投球、ストレートはボール、渡辺よく選んでいます。第3球、直球ストライク、高め、ストレートでグイグイ押してきます。2ボール1ストライクから投げた、低め、フォーク決まってストライク、カウントは2ボール2ストライク、投げました、内角、ボール球打った、ファール、バックネットに転がっていきます。投げました、打った、ヒット、渡辺、今日これで2打数の2安打、第1球投げました、はい、真っ直ぐ見送ってストライク、第2球打ちました、ファールボール、ファール、投げました、ストレートはボール、投げました、アウトコース低め、カウント2ボール2ストライクです。ストレート打った、ライナー、やった、渡辺2塁でストップ。さあこれで2アウトランナーは1塁2塁、バッターはピッチャー高崎、投げました、完全に外れた、ボール、ワンボールから投げた、スライダーストライク、これはいいところ、投げた、ストレートはボール、カウントは2ボール1ストライク、投げた、ボール、高崎よく見ています。第5球投げた、ここは選んでフォアボール、これで塁が埋まりました。ここで迎えるバッターは石川、今日3打席目、投げた、直球ストライク、カウント1ストライク、第2球を投げた、低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、これはヒットになります。三塁ランナー今ホームイン、ベイスターズさらに1点追加、石川タイムリー、福井登板、上野満塁の場面での登板です。バッターは2番森本、第1球高速シュート、2番センター森本、低めギリギリいっぱいストライク、打ち、どうだ、ファールボール、投げました、見逃しの三振、スリーアウト、チェンジ。4回の裏が終わりまして3対0、ベイスターズ2点を追加しています。5回の表3点を追いかけますカープの攻撃、先頭バッターは5番丸、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストライクから投げました、カーブはボール、外角へ、カウントワンボールワンストライク、投球は3球目、流し打ち、レフト前ヒット、クリーンヒットです。丸
これで2打数の1安打。バッターは6番赤松。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。セーフ。投げました。初球から送ってきました。ファール。第2球を投げました。バントしました。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。そしてバッターは小久保。第一打席はライトフライに倒れています。第二球打った。ファール。バックネット方向に飛んでいきます。投球は3球目打ちました。これはセカンド正面、一塁アウト。バッターは8番石原。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。高速スライダーボール。カウント1ボール。第2球を投げた。カーブ決まった。ストライク。投げた。あっと引っ掛けた。ピッチャーボールを取る。一塁アウト。三塁ランナー丸残塁に終わりました。5回の表が終わって3対0ベイスターズ。3点リードは変わりません。ベイスターズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番金城。内角スライダー決まってストライク。投げた。インコースへ変化球ボール。第3球打ちました。センターフライだ。浅い当たり掴みました。金城今日ここまで3打数ノーヒットです。バッターは4番村田。投げました。初球外れてボール。わずかに内側。投げました。カーブ決まった。ストライク。投げました。直球ストライク。高め。さあ追い込まれました。次が4球目。投げました。打った。東でダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。村田セカンドライナーに終わりました。スレッジ。投げました。初球はストライク。投げました。インコース詰まった。ヒット。スレッジ。これで今日は3打数の2安打。ファースト投げた。打ちました。抜いていった。スレッジ三塁を狙う。セーフ。ハーパーこれで今日は3打数の2安打。セカンド渡辺。さあ1球目高速シューターボール。まずは外角変化球ストライク。インコースへ。カウントワンボールワンストライク。投げた。かぶった。取りました。ランナー一塁三塁残塁。5回の裏が終わりまして3対0ベイスターズ。この回の攻撃は0で終わっています。ピンチヒッターは前田。選手の交代をお知らせいたします。バッター前田智則背番号1。第9初球を打ちました。掴みました。前田初球打ちはセカンドフライに終わりました。打順は1番に帰って東出。東出投げた。ストレートはボール。まずはアウトコース高め。ワンボールから第2球を投げた。変化球ストライク。インローへ投げた。直球ストライク。インハイへ。高崎追い込んでいます。次は4球目打った。アウト。そして左のバッターボックスには木村。ショート木村投げた。外角低めいっぱいストライク。カウントワンストライク。投げました。打った。これもショートゴロになる。アウト。スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。6回の表が終わって3対0ベイスターズ。3点リードは変わりません。上野マウンドを降りまして青木今日3番手としてマウンドに上がります。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは8番竹山。これが3度目のバッターボックス。第9投げました。シュートはストライク。まずはアウトロー。さあ次の投球打ちました。レフトへ上がった。切れていきます。ファール。2ストライクから第3球を投げました。アウトコース。直球は外れてボール。第4球を投げました。スライダーはボール。平行カウントから投げました。外のボール球打った。これは面白いところに上がっているが落ちました。ヒット。ベイスターズ先頭バッターが塁に出ます。ピッチャー高崎。第9初球送りバント。アウト。ワンアウト。
ワンアウトランナー二塁に変わります。ここまで2安打の石川、投げました、直球ストライク、アウトコース低めいっぱい。第2球を投げた、打った、流し打ち、クリーンヒット。